延岡城は宮崎県延岡市本工事に築かれた城である。元は県城といい、別名に亀井城という。江戸時代に高橋元種によって築かれた平山城である。追記当初は県城と呼ばれたが、後に延岡城へ改称されている。県藩、後の延岡藩の成長、薄木郡地域の拠点とされた。もともと 県は古代以降土持氏の支配するところであり、この城も高橋元種の築城以前に存在した土持氏の城管を改修増築した可能性も考えられている。延岡市松山町にあった中世、戦国期土持氏の拠点城郭松尾城を延岡城とする記述が見られることがあるが、これは誤りである。延岡城にはある石を外すと一気に全壊し、 一度に千人の敵兵を殺すことができるという石垣があり、千人殺しと呼ばれている。天守台跡に金付き堂があり、現在も一日に六回、市民に時刻を告げている。歌人、和歌山牧水もその様子を歌に読んでいる。2017年4月6日、俗日本百名城に選定された。メディアを再生する、天守台跡からの景色と鐘の音、北大手門。 高橋元種が1601年に築城を始め、1603年に落成した。その後、明暦期の有馬市による改築を経て、明治維新までの江戸期を通じて、県藩の成長となった。しかし、高橋元種は1613年に在任をかくまったとして改役され、その後は有馬市、三浦市、牧野市と続き、内藤氏支配で幕末を迎えた。 明暦一年の有馬康志順修築時に建設された天守大王の三階矢倉は1683年に消失して以後再建されなかった。1870年に役員として活用することを新政府へ出願して長居され廃城となった。西の丸は内藤市の私有地となるが1881年に延岡市へ寄贈され、 内藤記念館として利用されたが、太平洋戦争時の1945年の空襲によって消失した。平成29年、福井県堺市で傷が見つかり、堺市に寄贈された。追記慶長6年に着工し、慶長8年の秋に完成。五ヶ瀬川と大瀬川に囲まれた中須と中央の独立丘陵に白鳥。縄張りは神田駅守るによる。 松尾城から渡まの儀と新次郎の奉納が行われた。城は本城と西の丸の二角から構成され、五ヶ瀬川と大瀬川を天然の外堀とし、城山の周辺に内堀と石垣を築く。本城は本丸、二の丸、三の丸の三区に構成されている。台所、広間、弓書院や城内の絡み目での籠門の櫓などの建造物の記録や、 慶長町日向国絵図の県城には他の城郭にはない山層の建築物やいくつかの矢倉建築などが描かれており、数少ない高橋元記の県城の資料となっている。城下町建設工橋元種は城下町づくりに着手した城下町県の創設者であり、現在に至る延岡の町の原型がこの時に作られた。侍屋敷として本、工事、 北工事、桜工事、天神工事を整備。城の東側に、南町、中町、北町の城下町を整備し、越中や、大阪や、山和や、岩見や、島屋など全国から商人を招いた。天正六年の文豪大友氏による土持し攻めの際に焼き払われた神社仏閣の再興や創建を行った。有馬光順の当三十八年間に、京の県、 延岡城下町の原型が完成した。不審本は、有馬長兵衛、坂部彦兵衛、不審奉行は、久能前衛門、大工刀領は、中板兵衛であった。この間の動員人員大工、単屋、小引き、材木、人足のご小屋を組む。職人は一人当たり年間五十日の動員。人足戦国夫は、毎日四十人、一人につき、飯米七合五尺、 賃金8分を支給。村夫は各村から60人ずつ3日間動員。1人当たり賃金1分、飯はなし。水主役は薄木軍、宮崎軍の14家村から1人当たり50日。明暦2年日の江る6月吉日、日州延岡城主有馬左衛門の佐、藤原阿村、高順。ありがとうございます。